はい、トミーズチャンネルへようこそ。トミーです。今日は子供自身が自分の体をうまく操れるようになろうっていう運動を紹介させていただきます。すごくちょっと不思議な運動をやっていきます。で、足をまあ軽く開いて、でクラゲゆらゆら運動なんですけど、でまず肩を動かします。そこから腰をついてきて、肩を動かして腰をついてくる。クラゲがゆらゆらするみたいに、ゆらゆらクラゲゆらゆら運動です。で、これは科学的じゃなくて、まあなんかフィットネスとか、まあそういう分野的には、運動系の分野的には、体に神経を通す運動みたいなので、自分の体を操る運動になってきます。はい、こういった形で自分の体を、あの肩だけ動かして腰動かすとか、なんていうんですかね、まあ、これ連動させてるんですけど、自分の体をこう うまく操る意識を持ってやることってあんまりないので、本当それは子供も大人もなんですけど、自分の体って意外と意識向けてないんですよね。なのでこういった形で、まあ、神経を通してあげる、本当すごいスポーツ選手とかって手の先まで神経が通ってるっていう表現が出ますよね。それって本当に大事で、多分アスリートだけじゃなくて人間が生きていく上にはとても大切になると思います。多分指先になるごとに実は神経は敏感なはずではあるんですけど、そういった形で体の先から先まで神経を通して、あ、まあ通してとは違うんですけど、ちゃんと操れるように、体を操れるようになると、とっても日々の生活、あと QOL ですね、には生きてくるのかなと、子供にも大人にも。はい、以上、今日は子供自身が体を操れるようになろうっていう運動を紹介させていただきました。はい、以上、トミーズチャンネルでした。バイバイ。